日本ファムファイターズ時代にチームメイトであった小笠原道弘と新庄剛志。努力家で真面目な印象の小笠原とは対照的に、新庄は派手好きで常に世間の注目を集めていました。チームの中心で影響力のある二人があまりにも対照的なため不仲説が囁かれていたほどです。そして2022年、新庄が日本ハムの監督に就任すると、当時ヘッドコーチを務めていた小笠原は退団することに。そして再び二人はすれ違います。小笠原は本当に新庄に嫌悪感を抱いていたのでしょうか。そして20年前の日本ハムで一体何があったのでしょうか。今回はその真相に迫ります。小笠原道弘の経歴。小笠原道弘は7歳で野球を始め、千葉西リトルリーグでプレーしていました。1989年に行政国際高校に進学しましたが、入学当初は全く注目されていない選手でした。当時の五島卓道監督によると、小笠原を取ったのは千葉西リトルの2年生に欲しい選手がいて、その有望な選手を獲得するために頼まれて取ったのが、その時どこからも声がかからなかった小笠原だそうです。中学までは遊撃手、三塁手、外野手としてプレーしていましたが、高校に進むと二塁手に転向します。1990年にはチームの状況から捕手を務めましたが、小笠原は捕手は一番嫌なポジションと語っています。小笠原は2年生の時に二塁手、5番打者として活躍しましたが、千葉県大会決勝で成田高校に敗れ、甲子園出場は叶いませんでした。高校通算で本塁打は0本であり、県内でも目立った選手ではなかったと言います。しかし小笠原はコツコツと努力を重ね、五島監督から高校通算30本塁打を打った選手という虚偽の推薦を受け、卒業後に NTT 関東に入社します。ポジションはもし選手としてダメでもブルペン捕手として残れるからという理由で捕手を続けます。1996年の第67回都市対抗野球に新日鉄君津の補強選手として出場、3本の二塁打を放つなど活躍し、チームを勝利に導きましたが、準々決勝で朝日生命に敗れました。この時4番打者の松中信彦もチームメイトでした。そして1996年、日本ハムファイターズから3位指名を受けプロ入りを果たします。入団会見では首位打者を取れるような打者になりたいと意欲を示していました。努力の小笠原、派手な新庄。現役時代の小笠原のフルスイングは相手の投手に恐怖を与えるほどの力強さを持っていました。1999年にレギュラーに定着した小笠原はバントしない2番打者という新しいスタイルで注目され、多くの野球ファンから愛されました。現在では強打者を2番に置くチームが多く見られますが、その当時ではバントが得意な選手が2番を務めるのが一般的。それにもかかわらず、1999年の小笠原のシーズンバントはゼロで、小笠原は打率2割8分5厘、25本塁打を記録し、攻撃的2番打者のパイオニアとなりました。小笠原の活躍はその後も続き、1番や3番の打順でも成績を残し続けました。1997年から2006年までの10年間、小笠原は日本ハムに在籍し、MVP や首位打者、本塁打王、打点王、最多安打、ベストナインといった数多くの栄誉を手にしました。その高い能力はオリンピックや WBC の日本代表選出にもつながり、日本の勝利に貢献したのです。一方、新庄剛志は2003年にメジャーリーグ挑戦を終え、本拠地を東京から北海道に移した日本ハムに移籍。そんな新庄は記録より記憶に残る選手の代名詞とも言える存在でした。日本ハムでの活動は新庄劇場の開幕という形で始まり、その一貫したパフォーマンスでファンを楽しませてきました。メディアの報道ではパフォーマンスが主に取り上げられますが、新庄はその野球選手としての才能も非常に優れていました。勝負強いバッティング、華麗な外野守備でファンを引きつけ、試合前のスパイダーマンやレンジャーの被り物でノックを受ける、バイクやゴンドラに乗って登場するなどのパフォーマンスで観客を喜ばせました。そんな新庄は自分だけでなくチームメイトにも目立つ機会を提供する人物でした。新庄はチームメイトに対して演出プランを共有し、被り物でのノックは複数人で行うことも。しかしそんな新庄が声をかけなかったのが侍小笠原でした。それは小笠原が一人で黙々とバットを振り続ける姿を新庄が見ていたからでしょう。新庄は自主練習や居残り練習を少なくし、早めに練習を切り上げることが多かった一方、小笠原は自身が満足するまで反復練習を重ねる姿勢を持っていました。
若手選手たちと共に遅くまで練習に励む姿は珍しくなく、努力の人として認識されていました。ストイックで寡黙な小笠原に声をかけても話に乗ってくれないと新庄は感じていたのかもしれません。練習を遅くまで続ける小笠原と、早めに練習を切り上げる新庄、そして寡黙で一途に野球に取り組む小笠原と、派手なパフォーマンスを展開する新庄は全てが対照的。そんな二人はメディアにより、小笠原は派手な新庄を軽蔑している。いや、二人の間には深い溝がある、などと報じられ、二人の不仲説が一部で広まりました。このような記事が流通することで、二人の不仲説は世間に広まる結果となりました。確執の真相。さらに2022年には、日本ハムの新監督に新庄が就任という報道と同時期に小笠原ヘッドコーチ退任の報道が出たのです。当時日本ハムのヘッドコーチを務めていた小笠原には次期監督候補であるとの噂もありました。しかし日本ハムは指導経験のない新庄をいきなり監督に就任させたことで再びマスコミが騒ぎました。新庄が来るから退団することになったのでは、変に関係がこじれる前に球団から追い出された、フロントはチームの雰囲気が乱れることを嫌ったのかもしれんと、様々な憶測が飛び交いました。新庄の監督就任には世間から不安の声も多数上がりました。現役時代から派手なパフォーマンスや突拍子もない発言のために新庄は自分勝手な性格に思われがちでした。しかし実は誰よりも気配りのできる選手だったのです。パフォーマンスを行う前には失礼にならないように必ず相手球団や監督から了承を得る配慮は忘れません。さらにパフォーマンスをするからには野球選手としての成績やチームの勝敗にもこだわりました。実際に2004年から2005年の被り物でノックを受けた日、そして派手な登場をした日の試合で日本ハムは勝利を収めています。試合前に被り物を行った2005年9月の試合では負けてしまったために新庄は被り物のパフォーマンスは封印しました。また練習を早く切り上げていたのは隠れて練習をするためだったのです。新庄は見せたくないんだよ、涼しい顔して当たり前のようにやると影の努力があったことを明かしています。裏の努力は見せずに表の顔だけをファンに見せるという姿は野球選手というよりエンターテイナーに近かったのかもしれません。誰よりも周りに目を向け野球選手としての努力も怠らない新庄、パフォーマンスの演出を小笠原に提案しなかったのは小笠原の野球への集中力の邪魔をしないためだったんですね。新庄の小笠原への配慮はこれだけにとどまりません。20年前の真相。日本プロ野球機構は日本代表のポスターを制作することになり、話題性のある新庄に出演をオファーします。このポスターでは各チームから一人ずつ選手が選ばれることが決定されていました。新庄はこの出演依頼に対して、小笠原くんがいるのに私を選んだ理由は何ですか、お断りしますと返答。というのも小笠原は当時首位打者に輝くなど日本ハムの象徴的な存在でした。新庄は移籍してきたばかりで日本ハムの顔は自分ではないと感じたのでしょう。それでも日本プロ野球機構は新庄を引き止めるために努力を続けます。すると新庄は小笠原くんが承諾すれば参加しますと小笠原の了承を条件にしました。新庄の思慮深さを聞いた小笠原は感激していたそうです。この話からも新庄はただ目立つだけの人ではないことがわかります。新庄は自己主張ばかりするのではなく表彰すべき存在がいることを理解していました。新庄のこのような配慮があったからこそ他の選手と違う行動をとってもチーム内で浮くことはありませんでした。入団が決まった時の記者会見で新庄は、札幌ドームのスタンドを満杯にしたい、日本ハムを日本一にしたいと公言しました。新庄が移籍する前の2001年から2003年まで日本ハムは B クラスに低迷していました。そしてパリーグのファンは現在よりも少なく、中でも日本ハムは人気がなかったのです。多くの人は新庄がまた目立つために大げさなことを言っているだけだと思っていました。野球評論家たちは一様にそんなことはできるわけがないと否定的な見方をしていました。しかし新庄はその言葉を現実にしたのです。当時日本ハムのファンクラブの会員数は約5000人でした。しかし新庄が加入した後2004年のシーズン終了時には会員数はほぼ4万人に迫る勢いで増えていました。そして新庄の移籍後、プレーオフを含めて札幌ドームが満員となった試合は13試合もありました。しかし2006年4月18日の試合中に新庄は突然
引退宣言をします。東京ドームで放ったホームランに28年間思う存分楽しんだぜ、今年でユニフォームを脱ぎます打法と命名したのです。まだチームを日本一にするという目標は達成できていないままの引退宣言でした。ただここからは新庄がまるで漫画と自分でも驚くような快進撃が始まります。9月上旬までは3位だった日本ハム、そこから14勝5敗と巻き返し首位を奪いました。シーズン終了の9月27日までの熱戦を繰り広げ、日本ハムは最終試合で優勝を決めたのです。しかしまだ日本ハムの快進撃は終わりません。プレーオフの相手は斉藤和巳投手のいるソフトバンクでした。第1戦ダルビッシュ有投手がソフトバンク打線をしっかり抑え、新庄が決勝タイムリーを放ち勝利。第2戦は小笠原が得点につながる全力疾走を見せ、劇的なサヨナラ勝利。日本ハムは優勝のアドバンテージがあったために、この瞬間日本シリーズ進出が決定しました。続く日本シリーズの相手は川上憲伸のいる中日です。プレーオフの勢いのまま日本ハムは4勝1敗で44年ぶりの日本一に輝きました。日本一に輝いた瞬間、新庄は守備位置のセンターで泣き崩れました。そんな新庄をチームメイトが外野付近まで迎えに行きます。そしてチームメイトたちは前代未聞の行動に出ました。監督より先に新庄を胴上げしたのです。さらにその後に続いて小笠原も胴上げされました。それは日本一に輝くために二人の活躍が必要不可欠だったことをチームメイトはよく理解していたのです。小笠原は2006年シーズンの本塁打王と打点王の2冠に輝き、日本ハムの優勝に大きく貢献しました。新庄は打率2割5分8厘16本塁打と引退するにはもったいないほどの成績を残しています。小笠原はチームの主砲としてバッティングで、そして新庄はその明るさとポジティブさでチームを引っ張ってきました。二人はいつも全力投球、全力疾走、フルスイングでファンを魅了してきたのです。結局新庄は引退までの3年間で札幌ドームを満員にする、日本ハムを日本一にするという宣言をどちらも有言実行したのです。新庄の引退後、小笠原は2006年シーズンオフに巨人に移籍しました。この時にも移籍するかどうか悩んでいた小笠原は新庄に相談しています。メジャーリーグにも調整している新庄はきっとポジティブな言葉を小笠原にかけたことでしょう。実は二人は休憩時間に共にコーヒーを飲んだりベンチで談笑するほどの仲でした。誰にでもフレンドリーに接する新庄はすでに小笠原の心をも開いていたのです。不仲説が噂された二人はそう思われているなら面白いからそのままにしておこうと話し合い、日本ハムの知名度が上がるならそれでいいと思っていたのです。2022年、新庄が監督になるタイミングで小笠原ヘッドコーチが退任したのもただの偶然でした。小笠原からのコメントがなかったため様々な憶測が飛び交いました。しかし小笠原退任は選手の打撃不振、指導力不足、寡黙すぎるなどが主な原因で、新庄とは関係のないものでした。長年勤めていた栗山監督が変わるタイミングでコーチの色も一新したかったのでしょう。北海道移転時の新生日本ハムファイターズを支えた二人、寡黙でストイックな小笠原と派手好きで常に華やかな新庄と相反する二人、対照的な二人でしたが、実は自分にないものを持っている相手のことを尊敬し尊重し合っていたようですね。影響力のある中心選手2人が有効な関係を築けていたからこそ強い日本ハムがあったのですね。野球ファンの中には新庄監督1年目のチームで監督新庄とヘッドコーチ小笠原のチームを見てみたかった人もいることでしょう。また2人が同じユニフォームが着るところを見たいですね。日本ハムを支えた2人について感じたことや皆さんが持った印象をぜひコメント欄でお聞かせください。他にも球界に関する裏話や知られざるストーリーを紹介する動画を配信しています。ぜひ合わせてご覧ください。